東京オリンピック・パラリンピックの大会組織委員会は、携帯電話やスマホ、小型家電に使われている金属を取り出してメダルの材料にするエコメダルプロジェクトを立ち上げることを決めました。東京大会で用意するメダルは金銀銅合わせて5000個で、リサイクル金属をメダルに使うのは大会史上初の試みだということです。環境意識の向上とともに大会への関心を全国に波及させる狙いがあるとしています。さあこちらは、男性よりも女性の方が圧倒的に高くて 63%、はい、で30代の皆さんが 32% です。いわゆる今ツイッターでファーマトさんも書いていましたけど、はい、ハイスマホ、いわゆる都市鉱山ってやつだなということで、ガラケー時代から携帯各社は、リサイクルしてモバイルリサイクルネットワークっていうのを作っていましたけども、レアメタル、ね、レアメタルとかね、宇佐美さんいかがですか。そうですね、小型家電リサイクルって言うんですけど、こういうのまああんまり精度は作ったんですけど、そこまで普及してなくて、でこういうものがやっぱりこういいきっかけになってほしいですね。やっぱり経済産業省としても結構この制度を普及させるの苦労してて、僕の元上司が家電リサイクルの歌とか作って歌詞とか書いて、本当に川本さんって人なんですけど、それを普及させようとしたぐらいなんで、まあこういうのがあるとやっぱ制度が普及するんでいいなと思いますね。確かにね。さあ今日の意識調査見ていきましょう、はい、テーマはこちらです。使わなくなった携帯スマホ、皆さんはどうしていますか。売却、廃棄、音楽動画再生での活用、2代目として活用している方、自宅に放置していらっしゃる方、はい、やっぱり音楽や動画再生、Wi-Fi でつないで使えるからっていうことの方も結構増えてるみたいですね。そうです。島本さんもそうですか、はい、小崎さんは。僕は放置しちゃってます。放置しちゃってるんですね。下取りなんていうことも最近進んできているようですが、ぜひ皆さん教えてください。さあそれでは皆さんの意識調査の結果見ていきたいと思います。使わなくなった携帯スマホどうしていますかということですね。売っていますか、廃棄していますか。せーのドン。あ、やっぱりね、自宅に放置123票、そしてその他はほぼ横並びということで、確かにスマホとかって情報量、個人情報量が半端ないですからね、写真や動画やらも含めてね。